ちゃうまいですね。いろいろ売名してきます。ありがとうございます。ありがとうございます。一応で本職でやってるんですよ。あ、そういうことっすね。それで、いいでしょ。あ、だからある程度、あ、あの、40方、50方。一応全部言ってるよ。あ、もう。え、でも凝ってないですよね、自分結構。いや、でも凝ってます、これ、これ、ここ。あー、出て出て出て。結構高いです。あー、出て出て出て。いいリアクション、いいリアクション。はい。あ、いる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 。ありがとうございます。やっぱ、よりがいいですね。反応がいいですね。いいですよ、いいですよ。こういうのを、あの、こう、喜ばれるんでね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。どうもですね。頑張って。全放送だ。あ、そうか。気をつけて。ちょっと、口めっちゃでかくなって。危ない。シャシャになって、シャシャになって。あ、一杯やってたってことですか。いや、もう全然、もう一口も飲んでないんですけど。飲んでないですか。この肩甲骨のあたりがいいですね。チャンネル登録よろしく。あ、チャンネル登録よろしくお願いします、みんな。ありがとうございます。ぜひ、見えと思ったら、チャンネル登録ボタンをぜひ、押してください。待ってます。あー、いいわ。でもどうですか、だから東京と。はい、どうぞ。東京と仙台だと、ええ、なんかやっぱノリの違いとかありますか。いや、もう同じですよ。あ、やっぱ変わんないですか。うん、なぜ同じですよ。うん、あの東京は何が違うかっていうと、あの歩いてる人数も絶対数が違うので。ああ、もうやばいですよね、あっちの。その中にはだから、こうやってお兄さんみたいにちゃんと声かけてくれたりとか、そういうことをやっぱどこもやっぱりちょっとあったかいなっていう感じですよ。まあやっぱあったかくていいですね。ちょっとね、これ肩回してます。そうですね、最近なんかちょっと猫背気味で、ね、それが長い悩みだったりするんですよ、ね、いや、めっちゃいいですよ。あ、そうですね。いや、もうぜひみんなやっててください。週末とかなんか路上ライブとかやったりするんですか。なんか占いがやってたりとか。いやー、でもやってないですね、本当に。あ、本当ですか。やっちゃいけないとこエリアなんですか。いや、わかんないですね。なんかあの、あっちの仙台駅前とかだと、なんかたまに昼間その路上ライブやってたりとかするんですけど、いやー、でももっとやってほしいですけどね、自分的には。面白いですね、こういうのあると。めっちゃうまいですね、やっぱり。あ、ありがとうございます。肩甲骨だったね、この辺あたりとか。あー、いいっすね。肩甲骨のね、この極の下、ね、ここの骨の下に筋肉がある。でもやっぱ姿勢の、猫背と、なんかそういう肩甲骨関係ってやっぱあるんですか。ありがとうございます。あの、この辺がこうこう前行っちゃう。あとここが詰まる、前が。やっぱりもう猫背だった。もちろん。で、お腹、猫背だとお腹も硬くなるんで。ああ。あとやっぱ身長が1センチぐらい小さくなる。あ、本当ですか。まあ、前に、ほら、前に。ああ。そうそうそう。だから、あの、いいことはあんまないです。そうですよ。めっちゃ気持ちいい。やばい。マジやばい。よかった。でもなんだかんだ言って、こうやって YouTuber の人と絡むの初めてです。見ないですか、こっち。いやー、見ないですね、あんまり。なんか前、一回、仙台行く前に、何でしたっけ、あの、歌舞伎でしたっけ、あの、歌舞伎のメイクして、YouTube やってる人が来てて、なんかいろいろやってたんですけど。じゃあ、あんまりこう、派手にはやってる人は見ないっていう感じですか。ないですね。なるほど、なるほど。なんか、全然違う。全然違う。あ、もう、全然違う。本当にこれ無料ですかっていうぐらい。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。
すごいよ。幸せそう。幸せになるマッサージだね。本当にみんな幸せになれるんで。これ誰も損しない。そうです。あ、もしかしたら。いえいえ、じゃあそろそろ締めますよ。ありがとうございます。あーって痛くなった。はい、どうもどうもありがとうございます。いや、ありがとうございます。どう、肩どう、どんぐらい軽くなったの。いや、もうやばい。え、もうなんか猫背がほら治った。あ、本当。あまり変わったえ、でも顔も若干変わってる。なんだ。本当本当に艶がちょっと顔がちょっと、うん、何だよ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 、何すごいですね。顔もちょっと変わりましたね。もう結晶もだいぶ良くなって、もういいことしかないですね。ありがとうございます。よかった。仙台来た感がありました。ありがとうございます。ますじゃあ今度は会えたら東京で会いましょう。はい、また会いましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。幸せになったね。ありがとうございます。ありがとうございます。